サンカルラスダララピタは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県のムニシピオ、ムンシアーに属する。エブロ川デルタ地帯の南西部を占め、地域には、トラブカドル海岸やラバーニャ半島、プエルトダ、ロスアルファクスエンコが含まれる。市街は、海岸部、エンコに面している。市は、市街のあるサンカルラスダララピタ地区と、無人のサリーナスダラトリニダー地区とに分かれる。カスティリア語では、 サンカルロスデララピタ。レコンキスタ以前からこの地には定住地があった。1997年、バルセロナ・ハクラモンバランゲー3世が3区が修道院へラピタの城を寄進したことが文書に記されている。この地への再植民は修道院によって行われた。城の敷地内に修道院が作られ、13世紀に再植民が進んだ。 1260年、サンクガの修道士たちは、ラピタの城を聖ヨハネ騎士団へ売却した。城内には女性の自治体が作られ、1579年にトゥルトーザへ移った。1280年、ラピタはバルセロナ博の直轄領となった。18世紀半ば、カルロス三世は、エブロ川デルタ地帯に、開港の建設を、漁村、ラピタに、 重要な市街地の建設を命じた。カルロス3世にちなみ、村はサン・カルロスのラピタと名付けられた。1770年には、王はアンポスタとラピタとをつなぐ運河を築こうとし、総徳宮殿や教会といった新古典主義建築の建物が建てられた。しかし、王の晩年の経済衰退と王の死によって、事業のほとんどが未完であった。 スペイン独立戦争中の1811年、ルイ・ガブリエル・スーシェは、タラゴナ攻略後に、ラピタを占領、開港の防衛を強化した。1860年、ラピタでカルリスタによるイサベル2世王政転覆を目的とした反乱が起きた。サンカルラスダララピタ港は1954年に完成した。港湾施設として、取引所、製氷工場、 30メートルのボートが建造できる造船所がある。ムール街と牡蠣が多く水揚げされる。19世紀半ば、ラピタに米栽培が導入され、第二次世界大戦中には収穫量が最高に達した。米のほか、オリーブやキャロブも多く栽培される。19世紀の間、サリーナスデトリニダー地区では輸出用の塩田が開拓されていた。ありがとうございます。